最後に総括をして、終わりにしたいと思います。はい。じゃあちょっとね、まとめの話に行きますよ。ね。で、今回はですね、等級別をね、たっぷりとお話をいたしました。ね。そして、等級別はですね、まとめますと、単純相互に近い方法と、区別に近い方法の2つがありますよ、っていう話でした。ね。そして、単純相互はアウトプット基準。ね。区別はインプット基準と、ね、いうことでした。ね。で、単純相互は2つありまして、完成品のみに等価係数を適用する場合と、ね、月末仕掛かり品も加味して、適用する場合があったということですよね。うん。そして、単純相互はですね、まあ、基本的に原価計算基準には明確に書いてないんですけど、ね、どっち使えって書いてないんですが、ね、一応、まあ、いろんな説がありまして、問題文に指示がなかったらどっちでもいいんです、基本的には。ね、指示がなかったらね。ただし、今回は指示がありました。ね、問題文に指示がありました。ね、月末に加味することという指示がありました。だから、こっちでやったんですよ。ね。で、なおかつ、資料もね、2つに分けることがちゃんとできました。A 製品と B 製品ね、分けることができました。ね。こうやって、ね、分けることができました。ね。だから、今回は月末に加味する方法が適用できたわけです。OK ですかね。月末に加味しろって書いてありますね、こうやってね。はい。しかし、この月末に加味しろって書いてないし、ね。書いてないしと。ね。そして、ここも分かれてないしと。つまり、これしか書いてないしと。ね。で、さらに、等価係数もね、A と B しか書いてないし、ね、つまり、食材と過去に分かれてないしと。言った場合だったらですね、もうこれはもうしょうがないから、こっち使うしかないですね。こっちね。つまり2級でやってきた。完成品のみにね、等価係数を適用するという方法しかもう使いようがないと。ね。いうことです。はい。よろしいですかね。まあ、普通の感じで読み取りをするようにしてってください。ね。あとはね、原価データのね、こう、与えられ方ですよね。うん。これによってね、また見極めてからいけませんし、ね。まあ、今回ね、最後にやった、ね、こっちの方。これは問い何でしたっけ3と4か。ね、3と4の方はですね、こちらの方は区別に近い方法ですから。ね。うん。これは投入量のね、金額を分けていくと。ね。投入量に相当する、まあ、当月製造費用ですね。これを分けていくというスタイルです。ね。うん。